しいステップを踏みながら楽器を演奏する学生たち。この光景からおなじみのオレンジ色のユニフォームではなくても彼女たちが京都橘高校吹奏楽部だと気づいた方が多いのではないでしょうか。すっかり海外でも人気を集める同高校は2023年12月にまたしても台湾に訪れ、現地から絶大な歓迎を受けていました。今回は当時の活躍を一部抜粋して紹介していきたいと思います。世界中のイベントに招待される京都橘高校吹奏楽部ですが、台湾では特に人気を誇っており、これまでも何度も現地の演奏会やパレードに出演しています。ファンの数もかなり多く、紹介する2023年12月9日から12月15日までの間に行われた台湾遠征のすべてにたくさんの観客が集まりました。その中でも話題になったのは12月11日の朝に高雄ショークホテルでサプライズで行った演奏です。当時の様子が動画サイトで公開されると海外から称賛のコメントが相次ぎました。毎年毎年どんな時もこのバンドは世界で最も優れた才能を持つハイスクールバンドだ、そうなっているのは膨大な努力と練習の賜物だろうね、敬意を示すよ、素晴らしい、学生たちの演奏、ダンス、そして笑顔は伝染する、見ていて全く飽きないね、ラ・橘バンド、なぜ僕らの国フィリピンで演奏しないんだい、きっと気に入ると思うんだけど。とにかく橘は世界中で見た中で最高のバンドだ、何度京都橘のパフォーマンス見てもあの素晴らしさに驚かされるよ。この期間、台湾のさまざまな場所で演奏を行った京都橘高校吹奏楽部ですが、ホテル前でのパフォーマンスはさまざまな面で珍しく貴重だったようで注目を集めていました。例えば学校制服での演奏は国内でもめったにないことだとか、オレンジ色の悪魔のいつもとは違うユニフォームに現地のファンも喜んでいたようです。他にも普段と異なる点といえば演奏環境でしょう。ホテルの前ということもあって場所も限られており、学生たちの距離はかなり近くなっています。それでもいつも通りの激しく統率された動きと高いクオリティの演奏を同時に行う京都橘高校吹奏楽部はさすがだと改めて評価されていました。そういった部分にも注目して、ぜひ実際の演奏を見ていただければと思います。
かがだったでしょうか。朝突然演奏を始めたにもかかわらず、学生たちの後ろにたくさんの観客が映り込んでいたことを見ると、台湾で本当に絶大な人気を誇っていることがうかがえますね。普段とは違う環境にもかかわらず素晴らしい音色を奏で、アグレッシブかつシンクロされた動きに会場は大きな盛り上がりとなっていたようです。先ほどの映像は2023年12月11日のものでしたが、12月9日から12月15日の間、台湾の各所でパフォーマンスを行い、そのどれもで数万人の観客を集めていました。遠征中の間はずっと現地のメディアが密着したり、帰りの空港では多くのファンが見送りに来たりと、京都橘高校吹奏楽部は常に温かい歓迎を受けていたことも印象的です。吹奏楽部として世界的な実力があることはもちろん、駆けつけたファンへ丁寧に感謝を伝えていることや、会場での礼儀正しい振る舞いなどにも世界中から人気を集める理由があるのかもしれませんね。今回の動画はここまでとなります。このチャンネルの他の動画もぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。